プレゼンの練習したりとか、そのいろいろめっちゃ頑張ってきたんで、それを伝えられたらなと思います。プレゼンまでに頑張ってきたことは、作品の改良を進めたりとか、どうやったらいいプレゼンになるかちょっと練習したりしたことです。自分でこうなんか作って発表するのとかは初めてなので、ドキドキしてたりもします。プレゼンの発表の時間を合わせる、制限時間は7分だから難しい。こんにちは、僕の名前は松尾宗志です。好きなことはパソコンと絵描きです。たとえいいものができても分からなかったり覚えられなかったりしたら誰も使えないと思います。タイトルは S660 3D ビューと言います。使ったツールはスクラッチというソフトです。このステージは足場が狭いので難しいです。ボタンを押していないときやアングルインクの値が0になることでサーボモーターが止まるようになっています。Aは Python のゲームアートのジャンゴで作りました。が以前使っていたパソコンについていた HDD を使用しています。そしてもっとすごいゲームを作れるようになりたいと思っています。作るに至って工夫した点は、字を見えやすくするために縁取りにしたことです。現在研究されている技術で現在開発されているライファイを応用した技術の一つにリンクネイというものがあります。でこのホームページを作った理由は、家族が運営する店のホームページを作るためにプラダックスデザインを取り入れたホームページを作ることになりました。縦から見るとこの文の一番最初のところが緑ってなってるじゃないですか。はいはいはい、なるほど。ワクワクしますね。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、頑張ります。こういうのが良かった、ここの部分を作ってないみたいな。石田の部分です。おめでとうございます。おめでとうございます。将来の夢はエンジニアやって世界の人々を救うロボットを作ったり、プログラミングをしていきたいです。アナウンサーになりたいと思っています。IT 関係の仕事に就けたらいいかなと思います。車の開発者になることです。将来の夢はプログラマーです。プログラマーになりたいんですけど、Apple に入りたいんですよ。ゲームプログラマーとかそういうゲームに関係することをしたいです。